皆さんこんばんは。今回はトータリーアキュレートバトルシミュレーターをプレイしたいと思います。ではメインメニューからサンドボックスを選びます。マップ選択画面です。ファーマー2を選びます。今回はハーベスターとスピアスロワーの戦闘力の違いについて確かめてみたいと思います。ではまずファーマーファクションからハーベスターを1体青チーム側の中央付近に配置します。そしてトライバルファクションを開いてスピアスロワーを1体赤チーム側の中央付近に配置します。私の予想としましてはスピアスロワーの方が射程が長いので先制攻撃の一発でハーベスターを撃破してスピアスロワーの勝利と予想しています。では確かめてみましょう。青チームハーベスター1体 VS 赤チームスピアスロワー1体バトルスタート。さあスピアスロワーが射程距離に入ったところでスピアを投げます。当たりどころが悪かった。大釜に当たっ今足に刺さってましたよね。スピアスロワーのスピア一回刺さっただけでは倒れないんですね。ハーベスターはこれは新しい発見ですね。一発では倒せませんでした。強い。ハーベスター強いですね。耐久値が高いんですね、ハーベスターは。では、タブキーで、これをベストアングルとしてタブキーで戻ります。そうですか、耐久値が意外と高かったですね。ということは、スピアスロワーを何体まで増やせば、ハーベスターに勝つことができるか、ということを確かめていきたいと思います。では、2体目のスピアスロワーを、中央付近の左側ですね、左端に配置します。これで配置は OK です。では青チームハーベスター1体 VS 赤チームスピアスロワー2体どうでしょうね。予想としてはちょっとわからないですね。2発のスピアを受けてもハーベスターはまだ倒れないのかというところで決まるでしょうね。青チームハーベスター1体 VS 赤チームスピアスロワー2体バトルスタート。さあところで2発命中するんでしょうか。まず1体目が投げました。刺さりましたが倒れません。2発刺さっても倒れないハーベスター、恐るべし。スピアもちょっと時間が経つと消えてしまうからどこに刺さったかはよくわからないんですよね。強いハーベスター強いです。一体何発受ければ何発のスピアを受けるとハーベスターが倒れるのか、これが今回の焦点になってきますね。素晴らしいポーズで倒れています。スピアスロワー、これをベストアングルとしてタブキーで戻ります。いや2発受けてもまだ倒れないハーベスター、どこまで強いのか確かめていきましょう。3体目を中央の右端に配置しました。青チームハーベスター1体 VS 赤チームスピアスロワー3体バトルスタート。さて3本のスピアを受けても大丈夫なのか。ハーベスター1本刺さった、2本当たった、3本目を当たりましたがまだ倒れません。3本では倒れない。4本目を外した。4本目、あ、4本ですね。わかりました。答えが分かってしまいました。ハーベスターはスピアを4本蹴ると倒れます。倒れるというかデスになりますね。のいいドヤ顔してます。ちょっと遠くって見づらいんですが、スピアスロワーの決定打を下したスピアスロワーのドヤ顔が最高です。
見に行ってみましょうか。これです、このドヤ顔です。たまりません。サムネイルにカメラがぶつかりました。サムネイルにしたいドヤ顔。カメラがぶつかりました。サムネイルにしたくなるドヤ顔です。ちょっともうちょっと後ろ、この辺ですね。結論が出ました。ファーベスターとスピアスロアの戦闘力の違いは2対1から3対1の間ぐらいであるというのが結論ですね。というところで今回の動画は終わりにしたいと思います。続きはまた次回の動画でプレイしたいと思います。それではお疲れ様です。